人生は五つ木はたぬいんです。これがストリップ劇場のコントでした。ここからスターが出たんです。みんな売れたら人間変わります。変わって田代正史になっちゃうでもね、生きてるってことは大変なことなんです。なすごいっすね生きてるってことはね、中村さんもすごいですけど師匠もすごいですね。あいつは狂ってる私は普通のこと病院ですね。病院だよ。春前市あ春なんか薬ハルシオンあれ飲みすぎたらこうですでも本当にね、生きるって大変ですよ。死ぬってのは簡単なんです。私もがん4回にして、生きるってのはね、戦わなきゃいけない。ね、いや戦ってましたですよ。いやいや、人間なかなかね、死なせてくれない。みんな死んでていい役者はね、生きてるのは伊藤四郎ぐらい。ね、みんな渥美さんも、ね、レオナルクマ、はい、みんなやりました。はい、ね。でもね、昔の昭和の芸人は良かった。あんまり先のことは考えない。好きなことやって、好きなことやってないだろ。あ、もう全然もうまだまだ足りないですね。やりたいことやって、好きな酒飲んで、女やって、これがストリップ劇場ですよ。夢のある。やりたい放題、女もお金もなりしみ構わずやってきて、生きてくことに疲れ果ててもくたばる夕日もありゃしねえ。熊もみんな知った、渥美さんも知った、そう、みんないなくなっちゃった。生きることが芸だ。なんで俺だけ生き残るのか。しかばたするのが人生、しかばたするのが人生。どうせまともにゃ生きられぬ。じたばたするのが人生、じたばたするのが人生。生きて生き抜いてみせる。みんな狂ってんの。いいんだよ、今の時代でみんな狂った方がいい。今は表面見えないんだよ、何年かな。でもね、言ってきますけど、今日出演した皆さん最高の仲間です。出てきて拍手を。みんな頑張っていきます。でもちょっと狂ってます、変わってます。あ、よかったな、今日も頑張った。成田から来てね。でもね、私も来年はもういないと思いますでもね、今日の舞台を見た皆さんは幸せです。皆さんに一言ね、御礼申し上げます。ありがとう。感謝の気持ちを込めて私の友情大変お世話になりま
ました。人は死先旅立つ前に言っておきたいことがある。湿っぽい涙は今のうちに流して。中村ゆうに拍手を。田代まさし、ポン。はい、M2。 そしてユーズのピース。みんなおかしいですけど、みんな家庭をなくしました。みんな人生をなくしました。でもね、俺ら幸せだな。寂しかないさ、好きだった仲間のここで浴びるほどの飛んで花のよじれるほどに一言言いまして、皆さんお世話になりました。どうぞ今日は失礼いただいて感謝します。今日の話は絶対に予想ではしないように、この辺の話でよろしくどうぞ。田代まさしはもうやめました。失礼はやってませんと本人が言ってます。本にした借金だらけです。でももう返せません。 M2 もう死にそうです。カチンな、もう長くない。お前らシソが出てる。シソのおろ。マギー隆、マギー真嗣の犠牲者。あまりにもマギー真嗣を言いすぎてダメだ。マギー真嗣とどっちが上？え、もちろん向こうです。お前も横で見たら老けた。はいはい、ケンポちゃん、ケンポン、ケンポン、はい、ジャニアンは、はい、拍手を。ゆうちゃん、メタボタミアね。青木さん、北脇隆。皆さんね、一言言いたいです。お金なんて残しちゃダメです。パッとね、これだけは言わせてほしい。人生ってのはね、パッと前倒しで手を出してみんな、ゴーデンクレイ。生きてるうちに残しちゃダメよ。もうね、消費税今日から上がってんだから、パッと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 楽しもうぜ。ありがとう、感謝いたします。だんだんお会いすることはないと思います。お会いしましょう。進歩で